1984年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1984年11月6日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙。共和党現職のロナルド・レーガン大統領が圧倒的な地滑り勝利で再選された。民主党はウォルター・モンデール候補が共和党、民主党を通じて初の女性副大統領候補であるジェラルディン・フェラーロを擁して選挙戦を戦ったものの、ミネソタ州とワシントン DC において選挙人を獲得するにとどまった。共和党の大統領指名候補者、ロナルド・レーガン大統領とジョージ・ H.W. ブッシュ、副大統領。テキサス州ダラスで行われた共和党全国大会にてレーガンは2233の代議員を獲得し再指名された。民主党の大統領指名候補者全国大会での投票結果、青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差 1% 以下、ミネソタ州 0.18%、得票率差 5% 以下、マサチューセッツ州 2.79%、ロードアイランド州 3.65%、得票率差 5% 以上 10% 以下、メリーランド州 5.49%、ペンシルベニア州 7.35%、アイオワ州 7.38%、ニューヨーク州8.01%、ウィスコンシン州 9.17%。ありがとうございます。